ている渋谷、渋谷と渋谷とタワーレコード新宿ね。新宿、うん、で、あさってが、東京ドームシティラクーア、はい、で、8月19日、しあさってですね、が大阪阿部のキューズモールで、はい、あるので、うん、皆さんぜひ来てください。これ、見れるんですね、今日は見れちゃう、見れます、見れます、見るに来るのは全然ね、大丈夫なんで、うん、あ、はい、ちょっと前回のセトリが、サトリザー範囲から、バラ色だったんですよ、はい、でね、天秤ラバーズ振ったじゃないですか、うん、あの盛り上がりようですよあ、ね、すごかったね、すごかったね、なんかね、ライブでそうだった曲っていう、ちょっと瀬戸りを変えましょうかね、うん、次のラクーアは全部歌手変えましょうかね、天秤ラバーズが出てくるかもしれない天秤ラバーズが出てくるかもしれないですし、はい、なんなら全部、うん、天秤ラバーズ、まあ、鬼門鬼門鬼門でもいい熱いな、でもね、一つだけ言わせてもらいますよ、わかります、その気持ちはわかりますよ、ちょっと公共のバイアスっていうのがあるんですけど、はい、あの鬼門をやるときにもね、遠慮があるんですよ、わかるわかるわかる、皆さん、そして俺らも、まあそうです、ね、それを一回払拭したくない、はい、もう関係なく鬼門をやってみたいんですよはあ、楽はです、やりませんか、じゃあそれこそ浴衣を関係なく、あ、そうなりますね、そうなりますね、とそうなりますね、あまさに警察でならないようにならない程度、ならない程度、全然大丈夫です、はい、まあね、ピカチュウのピカチュウを見せるぐらいからね、いやそれまで最後です。そしてダウトコレクション2012という、ファンクラブ限定のライブツアーをしてきました、はいはい、ですよ、はい、ですよ、ありましたね、なんかレアな曲ばっかりで、よく考えたらメジャーデビューしてからのシングルを1曲もやってないんですね、まあ、その辺は全然問題なかったんですけど、すごい、俺らもさ、久しぶりに曲をやって、意外とですね、発見もあったんですよ、こちら平成ならずものよりって意外とこうライブで演奏してすげえ面白いんやとか、なんか新たな発見もありつつ、どうでした、俺、大好評だったことがあって、ベースやったじゃないですか、はいはいはい、めっちゃ大好評だったんですよ、はぁ、これも歌ったからね、そうそう、変化、変化歌ったからね、好評はどうでしたか、うん、好評はどうでしたか、好評ってもう評価されとるかな、あそうでしょ、あれどうですか、良かったですよ、すごい、反響はどうでしたか、反響だね、画面の前の皆さんも来ていただけましたでしょうか、はい、ここにいる皆さんで来てくれたっていう方、おお、全員来てくれてますね、全員来てくれてますね、さすがさすが、俗に言ってやらせてあ、でもすごい楽しかったって言ってくれてますね、逆になんかこのね、どの曲が良かったとかっていうのもあるじゃないですか、あ、確かにね、どの、なんか多分そのライブで初めて、知ってたけどライブで初めて聴いたみたいなのもあって、言っちゃえばそのゴールデンマンとか、うん、トゲとかってめっちゃ久しぶりにやったのすげー久しぶりですね、めっちゃ久しぶりだったね、なんか天秤感、あ、どうもね、あ、天秤だったって、いやでもね、セットリストは毎会場違うんですよ、毎回違うんですよ、ツアーって大体同じような流れを組むわけですね、それが毎回違うから油断ができない、油断できないし、油断もできないし、あの、なんだろうな、でもすごい面白くなかったですよ、面白かったよね、面白かった、今宵歌ってたホトトギスっていうのもコール&レスポンス、あれはすごかったね、もうたまりませんでしたね、前回と演出の違う、前回と、あ、そうだよ、だからそれこそ名古屋で、俺が思い出横丁、港町ね、お、八風横丁、八風横丁、まだだぞ、思い出横丁は行ってないぞ、はい、思い出港町、八風港町、はい、ね、はい、俺が演歌歌って、はい、で、後期が俺の代わりにベースで弾いて、ああ、ね、それ決めたの前日だからね、前日よ、当日聞いたからね、そうそうそう、もう全部がノリ、全部ノリ、全部ノリだね、もうファンクラブだしいいじゃん、なんかその流れが面白かった、すごいね、うん、ファンクラブだからできるのかな、そうそうそう、だから次誰が演歌を歌うか俺ベースのポスター譲らんか、絶対譲らんかめっちゃ気に入ってんだめっちゃ気に入ったはい、
アートが、はい、ですね。そんなこんなでまたね、また FC ツアーは今回はちょっと4カ所だけだったんですけども、あのまた全国、東北の方もそうだし、札幌の方もそうだし、次はいっぱい行かせていただければと思いますので、またお願いいたします。はい、はい、そしてそんな FC ツアーでも好評だった曲を、ちょっと懐かしい曲、今日夏なんで、あの夏ってちょっと爽やかなイメージみたいな。そうですね、だから、あ、まあ、あのいろいろダンスも夏の曲ありますけどもね、ハイカラにしてもそうだし、ちょっと、まあ、割とちょっと爽やかな爽やかな感じで、えぐい夏の曲、ほう、夏っぽい、ほう、雰囲気の PV を見ていただこうかなと、はい、思います、はい、かなり懐かしいです。ほう、ダウトで鬼門。ほう、ノーパチ1
スパチっすね。スパチ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 スパまあ、光くん以外は、まあ、主に均等ではありますけどもね。トウキ、本命、光、大和田みたいな。いやー、割とそうなってますね。はい、では、はい、結果の方は結果。おあ、まあ、同じですよね。まあ、光。なるほど、ね。イメージ。誰からじゃあいきますか。まあ、じゃあ、誰からいきましょう。じゃあ、今度の性格もいいんで、最後に。あ、そうだね。あ、じゃあ、あの光、俺、うん、リブキム、ミナスや俺、低い順ね。はい、アンケートね。オッケー、じゃあ、はいはい、じゃあまず光から、はいはい、削り終わって白くかけて一言カメラにドンで終わります。オッケー、はい、オッケーです。じゃあ席、はい、移りますか。じゃあどれ好き。俺めっちゃ好きやねんけど、レモンが。まあ俺もメロン、すごいレモンめっちゃ好きやねんけど、たまにあのお祭りでかけ放題とかあるじゃないですか。あら、なんで、ね、でもかけすぎてね、あの氷がどんどんシャーって半分以上流れてしまうとね。そうです。これを回せばいいんですね。はいはいはい、はい、OK? OK です。 Are you ready? Are you ready? なんでテンション、なんでお前やってるの、押す準備聞いてる、答えなさい。 Are you ready? Are you ready? OK! What's your name?I am Hikaru. Let's go. Okay. Ready. Go. あ、マジか。あ、これ。お父さん、回しちゃって、回しちゃって、回しちゃって。絶対そこで止まるな。いや。どうして。俺もスタンディングでいこうかな。